ボディアタックはレスミルズプログラムの一種でエアロビクスに類似する有酸素運動を主体としたフィットネスプログラムである。レスミルズプログラムはニュージーランドに本社を置くレミルズインターナショナルが考案し世界中に発信しているフィットネスプログラムである。日本では長らくコナミスポーツクラブが総代理店であったが2016年8月をもって代理店契約を解消し 同年9月1日よりレスミルズが独自で展開する体制に移行となった。冒頭にも記したようにエアロビクスに非常によく似ているフィットネスプログラムである。ボディアタック未経験者がスタジオの外からレッスン風景を眺めた場合、その人がエアロビクスの熟練者であっても見分けがつかないことがある。レスミルズプログラム中でもボディステップと並んで、 最も運動強度が高い種目の一つ。以下は主なエアロビクスとの相違点。以上のように振り付け等の運動難易度は比較的低いが運動強度や運動量は極めて高い。運動強度や運動量の点についてはボディアタックでは EG ーーオプションという抑えた動きが設定されており、初心者に推奨されるとともに、 参加者のコンディションに応じて選択できる仕組みとなっている。ただし、EG ーーオプションをインストラクターが積極的に多用することはほとんどなく、初心者は選択しづらい。実際は熟練者が自分のコンディショニングに応じて選択し、運動強度や運動量を調整することに使われることが多い。初心者が怪我をしないようにするため、 また正しい姿勢で運動を行うことで、運動効果を高めるために実施される。ここで、ニーリフトスーパーマンキックなどを習う。動作が難しい場合は、EG オプションもある。ボディアタックを初めて日が浅い初心者、初級者向けのプログラムであり、マスタークラスから6曲が抽出されて行われる。ただし、アタック自体の基本強度がかなり高いため、ショートでも負荷は大きい。 マスタークラスからインターバルトラックパワートラックのどちらかとコアコンディショニングを除いた9曲で行われる。ショートクラスがない場合や時間的都合でショートクラスに参加できない初心者はこのクラスから受けることが多いがマスタークラスに近い強度があり2番目のピークから直にクールダウンに移る等の負荷が大きい。ボディアタックプログラムのすべての曲を行うクラス。全身持久力。 心配機能がその人の持つ限界まで鍛え上げられる。レズミルズグリッドが登場するまでは、レスミルズプログラムの中で最も高い強度であった。もし運動経験がほとんどない初心者が、いきなりマスタークラスに参加すると、非常に辛いことになるため、できる限りショートクラスから参加する等の工夫が必要とされる。ボディアタック87以降のフォーマットと、 トレーニング内容については次の通り。アスレティックスストレングスへの変更理由、疲労がたまる前にトレーニングをすることで、下半身、上半身ともに効果的である。筋肉の安定性をリセットし、二つ目のカーディオブロックに入ることができる。移行のリリースにおいても、本校生でのレッスン運営となるが、アスレティックスストレングスとコアは b a 八十七以降のみしか存在しないため、 BA-87 以前の曲でのミックスを行う場合も必ず BA-87 以降の T5、T10 を含めることとする。ボディアタック46以降の曲目構成とトレーニング内容については次の通り。BA-45 以前の構成は以下の通りでピークは3回存在した。BA-43 以前は名称が異なっていた。ありがとうございます。